レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心ね、今ね、突然なんだけど、ちょっと前にさ、ヒカルくんが、あ、なんだっけ、あれ、文春だかなんかに取り上げられて、女の子を奴隷にしてたっていう、なんか、炎上騒動があったじゃないですか。で、君あれ、その子なんだよね。はい、そうです。で、これこれくんの放送とかで、あの光くんの性癖を暴露した子だよね。そうです。あれ夜の仕事してるの？そうですね、風俗してます。あ、マジで？はい。あ、そう。まあちょっとたまたま呼んだらさ、たまたま呼んだらそんな話になって、こんな感じなんだけど、はい、俺ちょっとあそこら辺の炎上ちゃんと触れてないんだけど、はい、光くんに奴隷にされた。そうですね、俺だけの奴隷になれとかみたいな。奴隷になれって、はい、言われました。だからちょっと俺でも分かんないんだけど、はい、そもそもきっかけは何だ？大阪に行ったチェキ会で、ヒカルくんが主催したチェキ会に行ったん、はい、自分は、はい、でそれでなんかひざまずいて髪の毛引っ張ってほしいとかっていうちょっと過激なポーズを要求して、あ、それ自分が言った、はい、ひざまずいて、ひざまずくんで髪の毛を引っ張ってくださいって言ったん、はい、自分から言ったん、はい、あ、そうって言ったら、そういうの撮ったりして、で、なんか、後から DM がただのカリスマの方から来て、あー、ツイッターの、はい、ただのカリスマの方は誰もフォローしてなかったから、自分だけ特別やと思って嬉しくて、で、その日の日付変わるぐらいに電話番号を聞いてとか、ああ、そっから連絡先を交換して、はい、会って、はい、そういうことをしようっていう感じになったんだ。はい。あ、そう。あ、なんで暴露するの？ちょっと正直、ちょっと性癖が異常すぎたっていうか。いや、でもそんな、要はそのド S っていうんでしょ？ド S だったって。ド S っていうか、変人って感じですね。いや、でもさ、ほら、自分ヒカルがほら、ね、S だって知ってて、はい、膝まずいて髪の毛引っ張ってくださいって言ったんでしょ、はい、で実際にそういう感じになったら、ド S 過ぎたから引いたから、これに暴露したの。ド S 過ぎたっていうより、逆に M なんじゃないかなと思って、なんか、あ、ヒカルがで M だったから、はい、いやちょっと私の思ってたのと違うっつって、そうですね、でこれに暴露した。ちょ、なんだよ、それはなんだよ。これこれさんの方が好きやったんで。これリスナー、これリスです。これこれが好きなんだ。はい、これこれが好きなのにヒカルに行くんだ。その時はカルピンの曲が好きで行ってましたね。あ、そうなの。はい、その頃はカルピンの方が好きだった、これこれより、はい、でも今はこれこれの方が好き。はい、そうです。時系列で言うとカルピンが好きだったけど、まあそんな好きじゃなくなって今はこれこれが好き。そうですね。その前は誰が好きだった？その前はこれこれさんです。あ、そう、これこれだったの、はい、これこれ、カルピン、これこれなの。はい、結局じゃあこれこれな。そうです。あ、そう。もう自分さ、あれあれなんじゃない、そのこれこれに情報を売るためにヒカルと近づいて、そういうことをして情報を引き出したとかいう感じじゃない？いや、違います。自分そんなあれだよ、有名人捕まえてセックスしてさ、それこれこれに本番はしないです。本番してない？はい。
やでもそんなん別にプレイの内容はいいけどさ、はい、プレイの内容はいいけど、はい、そのねその向こうだってさ、まあ、秘密ねって言って会ってるんだから、うん、逆に秘密じゃなかったらさね会ってくれないわけじゃん、そう分かるでしょね、私このことをこれこれさんに言いますねって最初から言ってることを光くんだって会わないわけじゃん、うん、でもそういう自分は分かるじゃん、秘密の関係、はい、まあどんなに変態なことを されても、まあ、そこで断ればいいだけで、でも結局会ったっていうのはさ、うん、秘密なわけじゃん、でそれをそこれこれにリークしたっていうのがこれなんだ、これこれと仲良くなりたかった、そうですね、これこれさんに喜んでほしかったみたいな、あこれこれに喜んでほしいから情報を渡して、はい、そうですね、でこれこれと仲良くなった、そうですね、まあ、結局これこれとは仲良くなると仲良くなれたとは一方的に思ってます、でもそれダメよ、それはこれこれが好き、もうこれこれのもう刺客じゃん、そんな、でも勝手に会ってから寄ってきたんで、あ、光るから、はい、あまあでも言うところチェキ会に行ったのは自分なわけじゃん、チェキ会に行かなかったら光くんもね、あその俺に気があるんだってメッセージを送んないわけだから、はい、ね、な自分がチェキ会に行ってでちょっとそのエロい要求をしてで光くんもあこれは俺のファンなんだな行っていいんだなって思ったから、だからほらあの行ったわけで、うんうんうん、でそれは向こうから来たからっていうのはそれはダメや、テロみたいなもんや、マジマジ、いやでもうちも逆にチンチンの動画いきなり送られてきてテロみたいなもんやと思いました、いやそれは来るやろ、びっくりしました、それはでも来るよ、それは受け入れなきゃ、いやでも有名 YouTuber がチンチンの動画普通の子に送るかなと思って、いや俺もよく送ってるもん本当ですか、送る送るそれはもうあのそういうものとして受け入れなきゃダメよ、男ってそういうもんだから、本当にいや志村けんだって、いや志村けんだって送ってんじゃん、志村けんのおちんちんのやつがね流出してんじゃん男は60になっても70になってもそういうことするから、だからダメよそんなね、はい、その自分からチェキ会に行ってで自分から挑発したのに乗ってきた光くんをなんかこれこれと仲良くなりたいからってこれこれに情報を売ったら、うん、それはちょっとね、はい、不誠実やな、あと自分あれやでその風俗とか、はい、まだ若いけどやってるけど、はい、自分の体はねやっぱ大事にした方がいいよ、はい、自分そんなに可愛いんだから、はい、自分に娘ができたらさ、はい、ね、その自分の娘に風俗とかね、うんうん、やらしたいとは思わないでしょ、思わないですね、でしょ、はい、だからそういうことをこうするべきじゃないって、うん、うん、だから、まあ、光くんとまあエッチするもそうだけどやっぱね結局遊びなわけじゃん、うん、もうやっぱセックスってさほら大事なね人とさ、はい、する行為だからさ、だからやっぱそう軽々しくねするべきじゃないし、うん、自分の体をね安売りするべきじゃね、うん、これないと思うな、うん、うん、だからそうやめな、もうそういうのそういう仕事とかそういうつながりちゃんみたいなことね、つながりちゃんみたいなことはもうやめます、うん、あと仕事も、はい、昼食しそうですね、そんだけ可愛いんだから、はい、多分もうどこの会社って雇ってもらえるから、はい、ダメよ本当に、はい、その仕事を探します、うん、じゃあ本当気をつけ、はい、ありがとうございます、俺シャワー浴びてきたから、先、俺浴びてるから、はい、シャワー浴びてきて、え、どういうことですか、え、いやだからその、俺1万7000円払ってるしえ、プレイするってことですか、明日を諦めずにいられない。